ねえマリサ、宇宙の話とは少し違うけど同じく未知な部分が多い。深海ってやっぱりかなり危険な場所なのかな？急にどうしたんだ？霊夢。マリサもカナダで潜水艇の沈没事故が起きたのは記憶に新しいでしょ？ああそうだな。それで、海って宇宙に比べたら身近なものだし、あんまり怖い場所だと思ってなかったからさ。ちょっと疑問に思って。なるほどな。まあ深海は宇宙よりもたどり着くのが難しい。とも言われる未知の領域であることに間違いない。実は私たちが宇宙や深い海の底に対して、それらに関する事故や事件、さらには神秘で未知の場所であるがゆえにどちらにも恐怖を感じるのは当然のことだ。恐怖の本質はわからないことや予測できる怖さだからな。今霊夢が疑問に思う深海と宇宙、これらを比較するのもどうかとは思われるんだが、身は宇宙と深海、それぞれの研究を専門に行う科学者や科学誌などのメディアにおいて、本気でどちらがより危険な場所であるか？という議論はなされたことがあるらしいぜ。決着をつけるのが難しそうな議題だけど、それを聞いたら宇宙だけでなく深海についてもっと知ることができるかしら？そうだな。なら今日は深海と宇宙、それぞれ一体どんな場所であるのかを、振り返りながらその怖さを比較してみていくのはどうだ？ぜひ詳しく知りたいわ。お安い御用だぜ。今回は様々な視点、領域から深海と宇宙を深掘りしていくぜ。見ているみんなも〇〇の方が危険だ。いや、どっちも〇〇な点で怖い。などなどいろんな感想を抱くと思うから、ぜひこの後コメント欄で共有してくれると嬉しいぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。宇宙と深海、人類は今どれくらいわかっている？そもそも深海ってどんな場所なの？海は、深さによっていくつかの区分に分けられるんだが、今回取り上げたい深海の深さは一般的に200から1000メートルの中層と、呼ばれる区分から下、水深200メートルよりも深い水深帯のことを指すことが多いぜ。水深200がボーダーライン的な感じ？まあそう思ってくれても間違いじゃないぜ。植物プランクトンが太陽光で、光合成できる限界の深さが水深200メートルだからな。少し気になるんだけど、海で一番深いところってどれくらいなの？一番深いところはマリアナ海溝だな。その深さは19,920メートル。世界一高い山であるエベレストが8,848メートルだから、その高さを比べても大きいだろう。ちなみに今回は深海と宇宙を比べながら考えていく動画だから、付け加えておくと、一番遠い宇宙は、現時点で天体としては334億光年先だと言われている。観測可能な範囲としては400億光年先だそうだ。光年って想像がつかなくてとんでもなく遠く聞こえるね。まあ実際どっちもありえないくらい深いし、遠いんだけどさ。そうだな。さて海の話に戻るが、霊夢はこの深海、地球上の海のうちどれくらいの割合を占めていると思う？深海でしょ？半分くらい？ぶっぶー。もしかして、もっと多い？ああ、なんと地球上の海のうち約 95% が深海なんだぜ。地球全体の約7割を海が占めているから、ほぼそのまま地球の約7割が深海ということになるんだ。地球の半分以上が深海？なんてこった。つまり地球の半分以上の場所がまだ未知のエリアかつ危険な場所ってことじゃない。そういうことだ。驚いたわ。海もそうだが、宇宙もわかっているのはほんのわずかだ。宇宙は暗黒物質などを含めて観測可能なもので、人類が理解できているのはたったの 5% 程度ではないかと言われている。これは海も同様で、観測できている部分はほんの一部であるため、未知の生物や地形はまだ多く存在していると考えられており、海も 5% 程度しか分かっていないと言われているんだ。どっちも全体の、たったの5か、分かっていないことの方がまだ本当に多いんだね。イメージとしては宇宙の方が無限大の広さって感じで、海は限りがあると思ってたんだけどな。深海、つまり海底の探索は数種類の音波を使って行うんだが、光も音波も届く範囲はまだ全然小さくてその広さはどちらも無限大の可能性を持っているぜ。なるほど。またこれは余談だが、日本は周辺に千島海溝、日本海溝、伊豆小笠原海溝南西諸島琉球海溝と4つの海溝があり、水深5000メートルよりも深い海水保有面積は世界一位の深海大国らしいぜ。なら宇宙と同じように、深海の探索は日本でも活発に行われているの？ああ。日本の海洋研究開発機構 JAMSDEC は世界に誇る研究機関だぜ。宇宙でいう JAXA みたいに海にもそういった機関があるのね。もちろん日本だけでなく世界ではアメリカ、フランス、イギリス、ロシア、などでも活発に行われているぜ。そうなんだ。では軽く深海と宇宙について触れたところで、それぞれを比べてみていこうか。いよいよ本題ね。お互いの科学者やメディアが、バッチバチに議論したんだよね気になるわ。
宇宙 vs 深海より危険なのは宇宙？それとも深海？議論について、まず大まかに二つの場所を比較してその違いや、逆に、似たところを理解するために冒頭で話したメディアの見解と、より危険なのは宇宙だと思う派深海だと思う派の、それぞれの立場からの考えを紹介していくぜ。オッケー。まずは科学誌サイエンティフィックアメリカンより、宇宙と深海のどちらがより危険か、という答えに迫った記事内容だ。ふむふむ。放射線や地球を周回する衛星の破片など、宇宙環境は危険で満たされている。加えて、探査機などの打ち上げや再突入にリスクが大きい。以上からまず結論を簡単に言うと、現時点では宇宙の方が危険と言えるらしい。ほう？ってことは深海は私たちが思ってるより安全ってこと？結構大きな事故が起きたからすっと入ってきづらいんだけど、そう思っても仕方がないな。だが実を言うと、タイタン号沈没事故の首都圏を除くと、これまでに何千回も行われた潜水活動において、商用潜水艇による死亡事故は1974年以降、発生していなかった、ということが決め手の一つになったようだ。なるほど、潜水活動は安全にできるようになってきているってことね。ああ、その安全基準は綿密に定められており、潜水艇の材料や設計図、製造工程などを厳しく、チェックする規定があることも強い理由だな。さらに現時点では潜水活動の実績が宇宙船の打ち上げと比べてかなり多いため、宇宙の方が危険と言えるとの結論に至ったんだそう。でも近い将来、宇宙へ行く手段も多様化するみたいだし、より安全性が高まって宇宙へ行ける回数が増えれば、結論が覆ることもあり得るよね。その通りだぜ。さあ続いては、より危険なのは宇宙派と深海派の、両者の立場からの考えを紹介していくぜ。オッケー。宇宙 vs 深海、宇宙は怖い派の考え。まずは宇宙派の、深海派に対する考えから話していくとしよう。宇宙派は深海に住む海の生物がどのような機械な生物だとしても、何かを食べて、寝て、生きている人間と同じ生き物であり、生物であれば謎は解明できるじゃないか。それに私たちの遠い祖先かもしれない、身近な存在だと主張している。確かに宇宙よりは海は身近にあるわよね。私たち人間は海で獲れたものを食べるし、海で遊んだり潜ったりするし、深海はまた別の領域かもしれないけど、私もあまり危険な場所にはまだ感じないわ。まあ、この後話す深海派の意見を聞くと感じることは変わってくるかもしれないぞ。なるほどね。それで宇宙派は宇宙は何が怖いと考えているの？宇宙には何かわからない力が常に働いており、果てしなく続き膨張し続けている。ほう？つまり、得体の知れないものが無限に広がり続ける空間であり、また何が起こるかわからない法則化されていない状況が続く、空間であるということが恐ろしいと考えているんだ。いつ地球や、地球の周りにある惑星に悪影響を及ぼす、現象が起きるかだってわからない。そもそも近くに観測できる惑星だって到底、生命が、生きることのできない環境。もしかしたら遥か遠くの宇宙の向こうに高度な地球外生命体が存在し、地球に住む私たち人類にとって脅威になりうる可能性もある。そうよね。やっぱり宇宙に標準を合わせると、地球だけの規模の話じゃなくなってくるから、やっぱり宇宙の方がまだ怖い場所なのかなってイメージがつくわ。そうかもしれないな。じゃあ、次は深海派の立場から考えを話すぞ。わかったわ。宇宙 vs 深海、深海は怖い派の考え。深海派の意見はこうだ。あまりにも遠い場所にある宇宙はまだ到底、人が生きられる場所ではない。反対に海というのは私たち人類にとって身近な場所だ。その通りね。だからパッと怖さは感じない。ここで深海派の意見として一番に言いたいのは、身近な場所であるからこそ深く知ると怖い場所ということなんだ。ほう？宇宙は何もないことの恐怖だとすれば深海は何がいるかわからない恐怖なんだ。抽象的でよくわかりにくいわね。そうだな。じゃあここで実際に深海に住んでいる機械な生物たちを見てみようか。さっき言ってた機械な海の生物ね。多くの生物が確認されているが、その中でも3種類の生物を紹介しよう。まずは黒いラスボスフクロウナギ。大表面が黒すぎてライトで照らしても見えないから、もし霊夢が深海にいるとすればその存在に気づかないまま、すぐそばにいるかもしれないぜ。うわ、何これ？口でかすぎない？エイリアンみたいで怖い。さらに白い幽霊。いや、どんな名前よ。こいつは草尾の一種と考えられている。よく映像で捉えられたね。合成映像かと思うくらい、これは幽霊だわ。最後に紹介するのは2018年に発見された赤三目の一種ラブカ。こいつはその見た目が SNS でバズってたんだが知っているか？いや、初めて見るけど怖すぎるわ。この特徴的な歯は一度貴重な獲物に噛みついたら、その後、絶対離さないような構造になっている。
確かにそうでしょうね。怖いってかキモい見た目の生き物ばっかりで想像以上だったわ。今紹介した3種類の生物はほんの序の口で、深海にはこのようにして紹介しきれないほどの化け物や、エイリアンみたいな生物がまだ多く見つかっていないと考えられており、宇宙における NASA のような機関が必要ではないかとも言われているんだぜ。ふむふむ、確かに宇宙とはまた違って海は身近な存在であるからこそ、知れば知るほど、な怖さがあるね。でもなんだかどっちも怖いは怖いし、冒頭でもマリサが言ってたけど、本質の違う怖さを実感してきたわ。宇宙派はわからない怖さ、深海派は身近にある怖さ。怖さを基準にどちらが危険かなんて決着つかなそうだよ。まあそうだな。なら今度は、実際に宇宙と深海で起きた事故について知るのはどうだ？わあ、いや、気になるけど、タイタン号の話とかですか？そんな嫌そうにするなよ。知っておくべき歴史の一つだぞ。それにこの本質の違う怖さにより迫れると思うぜ。わかったわよ。じゃあ説明お願い。宇宙で実際に起きた危険な事故。さて5つ目は1971年6月6日に船内の空気が失われたことにより搭乗していた宇宙飛行士3名が亡くなったソユーズ11号の事故だ。この事故は旧ソ連の3人乗り宇宙船ソユーズ11号が世界で初めて宇宙ステーションのドッキングに成功し22日間滞在した後に起きた。世界で初めての記念すべき宇宙船に何が、大気圏再突入の際にモジュールとソユーズの船体本体を、つなぐバルブに欠陥が見つかるというトラブルが発生したんだ。バルブってどういう役割を持っているの？船体の着陸の瞬間までカプセル内の気圧を保つためのものなんだ。だが不具合が起きたことにより、カプセル内の空気は漏れてしまっており、上空168キロにいた船内はわずか30秒の間に、カプセル内の空気がすべて失われたと推定されている。とんでもない恐怖だったろうね。ああ、搭乗していた3名のうち1名の宇宙飛行士は死を迎えるその瞬間までバルブを手動で閉めていたそうで、半分ほどまで閉められていたそうだぜ。まだ初っ端なのにあまりにも悲しくて涙が出そうだよ。頑張って向き合おう、大事なことだ。2つ目は2003年2月1日に機体が空中分解してしまったことにより搭乗していた7名の宇宙飛行士が亡くなったコロンビア号の事故を紹介する。スペースシャトルコロンビア号は名前聞いたことあるわ。有名だよな。テキサス州とルイジアナ州の上空で大気圏に再突入した。コロンビア号は、実は16日前の打ち上げ時に、燃料タンクの断熱材が剥離してしまい、その破片が左翼に直撃したことで機体を高温から守る、耐熱システムを損傷させてしまっていた。わあもうその時点で、ああ、大気圏突入時に生じる摩擦熱によって、左翼を失った機体は大気抵抗に耐えられなくなり空中で分解、バラバラになってしまい7名の乗務員全員が死亡する、悲惨な事故を生んでしまったんだ。宇宙に向かう力はとんでもないパワーと、精密な機体が必要だし、少しの損傷が本当に命取りよね。潜水艇の海で起きた危険な海洋事故。続いて、潜水活動にまつわる海洋事故を紹介するぞ。うん、タイタン号の話は避けられないわよね。その通りだ。2023年6月18日早朝、5人の客を乗せていた、タイタン号の沈没事故から取り上げていく。出発して1時間45分後に通信が途絶えたタイタン号は、実は以前にも通信不調を起こしたことがあったため、浮上時間を過ぎてから事故と判断されたんだったな。そうよね、記憶に新しい事故だからよく覚えているわ。なんで探せないの？ってめちゃくちゃ思ってた。そうだよな。海中では電波による通信はできないため、タイタン号は超音波に乗せて短いメッセージ交換を行っていた。ここでも超音波なんだ。海の探査機も、いくつかの超音波を使ってるって話さっきも出たもんね。電波が無理で GPS が通用しないっていうのは、今思うと、海における本質的な怖さかも。そうだな。実際に現在、電波を使って通信ができないか、実験も行われているらしいけど実用化には至ってないからな。通信なしで緊急で海上に浮上することとかは無理だったのかな？ああ、それが緊急時用の衛星電話は備えていたようなんだが、残念ながら使うほどの余裕はなかったようだぜ。万が一のことを考えた上で、もちろん参加者は誓約書を書いたり、十分なレクチャーを受けたりしただろうけど、本当に現実にこういうことが起きるんだなって、ニュースを見ながら海の怖さを感じたよ。二度とこんなことは起きないでほしいな。その通りだな。二つ目は原子力潜水艦スレッシャー号の沈没事故だ。原子力潜水艦、そんな頑丈で強そうな艦隊でも沈没するんだ。1963年4月10日、アメリカ、マサチューセッツ州、ケープコットの東沖350キロ潜水中の、
スレッシャー号から突然不明瞭な通信と艦隊が壊れるような音を、最後に通信が途絶えた。わぁ、もし私が通信を聞いていたらなんて想像しただけで身の毛がよだつわ。潜水中、何らかの衝撃を艦隊が受けたために、原子炉が停止。緊急浮上システムも作動しないまま沈没し、乗船していた計129名の乗員全員が亡くなったとされている。何らかの衝撃？それこそタイタン号が見に行ったタイタニック号、みたいに海中の岩とか何かと衝突したとかそういうこと？衝撃の原因については2つの有力な説があるが、一つは海蛇やウナギなどの巨大生物との衝突説だ。そんなでかいウナギなんているの深海怖い。ちなみに船の大きさって？長さ85メートル、幅 9.7 メートル。性能や耐圧性は当時世界一を誇る船だったらしいぜ。へぇ、もう一つは海面下で発生した異常な圧力で潜水艦が破壊されたのではないかという説だ。異常な圧力？ああ、深度500メートルを超えると太陽熱が届かず温度は急に下がるんだが、温度差のある水の層に何かしらの力が加わると、海流や地形によっては水中で波が発生するらしい。それによって発生した圧力だと推測されている。ええ、そんなことが起きるんだ。でもそうか、いくら頑丈な艦隊でも想定以上のことが起きて、圧力がかかれば破壊される。これは予測できるけど、ありえない怖さだよね。やっぱり海もだいぶ怖いところかもしれない。議論の話より、今話してきた事故のような具体例の方が、よっぽど怖さを感じるようだな。当然だよ、実際に起こっている恐ろしいことなんだもの。そうだよな。ここまで聞いてきて、霊夢は宇宙と海はどっちが怖いと思った？議論の段階では得体の知れない怖さを感じる宇宙が、やっぱりイメージ通り怖いなと思ったけど、事故の話を聞いてからだとどっちも同じくらい怖いかな。空気があって、程よい重力の中で、地面にしっかりと足をついて、立っている今が本当にありがたいことだなと思ったよ。同感だぜ。最初は絶対宇宙が危険で怖い場所と思ってたけど、海も怖いんだってことが十分すぎるくらいわかったよ。それにモンスター？エイリアン？みたいな生き物だっているし、NASA みたいな深掘りして探索する機関が必要そうって話も納得。そうだな。宇宙も深海もどちらも、まだまだ未知で恐ろしい世界が広がっているだろう。今回の話を聞いて身に染みたよ。これからもこの話の決着はつきそうにないね。それじゃあ今回はここまで。みんなは宇宙と深海、どっちの方が怖いと思ったかな？よかったらコメントで感想や意見を教えてもらえると嬉しいです。高評価チャンネル登録もよかったらお願いします。それじゃあ最後までご視聴、ありがとうございました。